最近おいしい仕事だ。心の栄養になるんだぜ。体の栄養になるのはおかしいっすよ。もう食べることばっかり。夕飯前だから仕方ないっす。おいしくなーれ。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れないんだけど、それどころじゃないね。マギ、帰ってきた。エアリスを連れてきた。もう大丈夫、私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだから。元ソルジャーだ。黒服の男は分かんない。いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。お花さん、青いお花さん、教えてください。ここから出ちゃったんだ。気をつけてね。みんなどこかな。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。軽いな。届け。備えだ。
撃しない方がいい。沈め。
ードはね、元ソルジャーなんだよ。本当に？戦争に行ったの？秘密だ。恋人？違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。バレてない、バレてない。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけど、もう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。待て。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば理由によ。恐れることはない。しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。ママ、もしかして神話に出てくるあの父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてると
いろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思うけど気をつけて。